られる最優秀バッティング2人です。柳井投手、そして木下選手です。おめでとうございます。まず連続バッターの柳井投手を伺いましょうか。今135球投げるのでどんな気持ちでしょうか。いや、1本打てたんで良かったです。そっちの方ですか。何かそこを含めてですね、登板間隔の間今夜でしたけど、何か危機迫る気迫みたいなものを感じたんですが、どんな思いで今日は試合に臨む。4月早くもポンポンときましたから、いい入りができたんじゃないでしょうか。いや、東京ドームでやられてから、本当に毎日、はい、まあ、はい、初回をずっと忘れずに、プレーしてます。また後ほど一言伺おうと思います。そして木下拓哉選手です。貴重なタイムリーツーベースでした。まずバッティングの方から伺いましょう。いかがでしたか。いや、阿部さんばっかりが最近立て上げて僕も、はい、辛い思いをしてたので、阿部さんがスタンドに入れずにツーベースで止めてくれたんで、絶対返そうと思って打席に入りました。なので非常にチームの流れがいいんで、広瀬自身もチームの雰囲気どんな風に感じてるんでしょう。そうですね、はい、チームは、すごい、練習も続いてますし、いい雰囲気なんですけど、はい、自分自身が、あまり、チームに貢献できてなかったんで、はい、また、こうやってこういうところに立てるように、はい、頑張ります。そして改めて1試合連続完投、柳投手のピッチングは今日はいかがでしたか。まあ、ピッチングもそうですけど、前回も1対0だったんで、まあ、点取ってくれよって多分ずっとそういう態度で一番やってますので、はい、なんとか、序盤に、点が取れて、はい、柳のペースでやったかなと思います。さて、一つビジターを挟んで来週もまた地元で戦うということになりますが、このままファンは勢いに乗ってほしいなという思いがあるんですが、木下さんいかがでしょう。そうですね、次のカープもまだまだドラゴンズは上にいるチームなので、はい、なんとか2つも勝ってまた名古屋に戻っていきたいと思います。そして最後に柳投手、そういう意味では来週はおそらくは雪辱を期すジャイアンツ戦ということにもなってこようかなという気もしますが、そのあたり思いはいかがでしょうか。終わったばかりではありますが、いや、次やり返せるように、頑張ります。また今日は完封できなかったですけど、また完封頑張るので見に来てください。ありがとうございました。